はい、こんばんは。まあ、続きをやっていきます。続きっていうか、大群ラッシュ、クエスト、クリアしていきます。はい。埋めるかな。はい。大群ラッシュクエスト。40連続 KO を達成する。ユブモンスタースポナーに隣接ダメージを与える。大群ラッシュにしてアップグレードベンチで武器をアップグレードする。読み込まれちゃったな。スコア倍率の収集する、もしくはそれらをアシストする。大群ラッシュで宝箱を開ける、またはそれらを それをアシストする。大群ラッシュの最終ステージでボスを倒す。 15m 以上離れた場所からキブモンスターにヘッドショットを決める。まあいいや、ボロボロです。さすがに真面目にちゃんとやらないとな。ああ。開けた方がポイント高いんだよな、確か。バトルに揃えろってあるのに。よし。ラッシングリロード。これはガラクタ裂け目か。うん。もう武器の位置とかも変わってるから、あんま慣れないと大変そうだな。
やべ。得点が低い。あ、正直クイック武器で操作の仕方がちょっと変わったからそれに慣れるまで時間かかりそうだな。エボクロムバースト。ダッシュでクイック武器の操作方法に慣れるようにやった方が、いや、敵をたくさん倒すから、こ
それで鳴らしていくのがいいのかな。ショットガンの威力上げればよかったの。ボスが現れたのか。切り替えになれられないな。武器の切り替えがうまくできない。まだまだ。というか味方一人死んじゃってるな。やっぱ武器の切り替えがまだ慣れてねえな。慣れられねえな。
あの移動の自由を奪ってくるアイス野郎を先に狙った方がいいんだよな。一人お亡くなりになってるか。まあとにかく武器の切り替えになれるまでは本来の僕の強さ的なやつは発揮されないだろうけど、まあそれまでは辛抱かな。助かる。あ、でも移動中は出さなくてもよかったかもしれないな、あんまり。結局、そこにとどまることができないから。そんな、そうですね。あ、そうか。まあでももう出さざるを得ないぐらい、体力削られてたって話かな。オッケーオッケー。最初はボタンの切り替えが新しくなってて、武器の位置とかも変わっちゃってて。ちょっと、手こずってる動きしてたけど、やっぱなんだかんだ生き残ってるのは僕だよなって感じか。お、助かる。助かる。僕の残りも上げた方がいいのかもしれないけどな。もう残り1だしな。ボス、あ、もうここがあれか、ラストターンか。もうめっちゃ撃つしかないから。ケアテイカー、今回はとりあえずケアテイカーを倒すことが目標にしていくか。あ、もう弾がねえや。やっぱロケランかな。よっ。うわ、ちょっと近い。外した。クソ、もったいねえな。あー、ダメだ。うわー、ちょっと近くないか。あったな、もう。くっそ、ケアテイカー当てにくいであれってか、意外と避けちゃう。うわっ、うわっ、あ、しまった。建築ができるんだった。
やべ、もっとか。正解に集まる。これは2。おっ、くっそ。お、味方はみんな倒されちゃったな。やっぱインベントリ1と2の武器はボタン一発で切り替えられるからいいんだけど、インベントリ3の武器を使おうとした時に ZR ボタンを押しながらX ボタン、まあ三角とかかな、のボタンを押すっていうのの操作に慣れてないのがちょっと、慣れてないことによる。武器の切り替えのスムーズさがまだ足りてないな。今まで武器の切り替え右手と左手だけでやったけど、それを全部右手だけでやってるから、なんか右手が疲れるような、負荷がかかってるような、そんな感じがあるな。ショットガンとかよりアサルトの方がいいのかな、っていうかいいんだったような気がする。タイムラッシャー前にもやったことあるからな。
あ、チャグスプとあら違うからだ。あとあれだ、倍率を取らないといけないんだ。あ、ちゃんと取ってる。だからミニマップを見て倍率が出現したらそれはざっと通る程度と意識してやっとかないといけないんだったな。玉切れ。やっぱりこっちも蹴った方が強いだろ。狙わないと、あんま的がまっすぐ、弾がまっすぐ飛ばねえんだな。ちょっといい部分ないかな。意外と、ちょっと、この DMR 使いにくいな。まぁ、ちょっと違う武器にしておけばよかった。DMR って。オートマチックスナイパーライフルか。ああ、弾が切れた。
自爆しちゃったか。ロケットランもあるのか。ボスが現れた。なんとか倒してみせるか。強い武器取り損ねたか。敵のライフをたくさん削ったけど、味方が使ってくれれば何よりか。僕はちょっと使ってみたかったけどな、強い武器は。あれはシールドで回復できたから。もしか。そりゃ倍率集めきってねえや。あ、木の上に出たかな。あ、あそこは似合わなかった。
個足りないか。バンパイアソード持ってるやつ、キャーテイカーが出現するか。上で育ってるな。くそ、当たっちまった。上空に作ってた要塞をなんか一撃で粉砕したのかな。そう、ファウンデーションに仕掛けないと。
ドラッケアテイカーを打つべきアイテムだ。やっぱ新しい操作方法に慣れてないってのはちょっときついな。なんかオートライトがログアウトさせられた理論値になった。まだ慣れてないからってのもあるだろうけど、前の武器の旧武器の切り替え方法のやつでちょっと次の武器前の武器でちょっと切り替えたいなって、こういう気持ちが出てきてしまうな。
ベルトリガーでやってみるか。そうすれば武器の切り替えで右手で全部ボタンを押してるけど、その負荷を左手でいくらか分散かな。武器の切り替えでボタンを押す指と腕の負担の割合を分けることができるかな。あんまりクエストクリアは意識しないでやってるけど、うん、この感じだとボスを倒すってのと40連続 KO を達成するっていうやつは意識しないとクリアにならないとするのに、いや、やっぱこれちょっと変えた方がいい。さすがにクイック打ちはレッドアールじゃないとやりにくいか。さすがにリボルバーとか使いにくいか。なあ、こっちの方がいいか。では最初は倍率の方はちゃんと取るようにするか。
ああだ、武器の切り替えやっぱちょっと遅くなっちゃうな。昔あったあのリロードの必要のないアサルトライフルとかチェーンガンとかそういうやつはなさそうな感じかな。なんか一人落ちちゃったグーガンか。二人動いてるから一人いなくなっちゃったか。いなくなってしまったやつのことを言っても仕方があるまいってやつかな。エボクロマーいいな、進化するから一つにダメージを与えたら。そんないいのはなかった。入れてしまったが、
ちょっと回復アイテムを使おうと思ったら、ミニガンとかリロードが必要のない武器って今回の対面ラッシュではあんまり出ない感じかな。弾が全然ねえや。弾がいくらあってもいいから、ここら辺弾無限の武器が助かるね。回収しておかないと。あれか。倍率。倍率回収したか。危なかったな。
どうやら僕と君二人だけのようだな。残ってるのは。お、ズームボ。いやーでもさすがにちょっとだね。味方復活か。アップグレードはもうオッケーっぽいな。よし。いや、なんかポケットポートの片側をなんか開けておけば狙いやすいのか。入りづらいわ。あれ？なんだ？お、出現した瞬間に壊れたのか。
さすがにダメだったわ。大群ラッシュのクエストはまたいくらかクリアできたし、操作方法は、まあ、新しい操作方法は少しは慣れてきたけど、ああまだまだまだだな。やっぱ右腕だけで武器の切り替えやってるから、なんか右手がめっちゃ疲れる感じがする。もうちょっとやるか。ちょっとトイレ行ってくるかな。よし、セーフ。サイドウェイズアサルトライフルだな。で、サイドウェイズミニガン。リロードの必要のない武器。あれがあると連続 KO がめちゃくちゃやりやすいんだけど、今回の大群ラッシュではなさそうな雰囲気だよな。この辺の弾薬箱と宝箱も破壊じゃなくて開けるでやった方がポイントがもらえるんだよね。あそこまで気にしてるやつはいないのかもしれないけど、
グレネードランチャーあ、それに使いにくいかあれだったらドラムショットガンとかのやばいか。倍率を集めてった方がいい。あれだ。マルチプレイヤーベンズ。これは味方はマルチプレイヤーボーナス集める気がないな。ああ、フォロワーなかったか。これはもう僕が積極的に集めた方が良かったみたいだな。武器の切り替えで、なんか背中の武器の持ち替え、これをあんまりやるプレイヤーがいなくなるかな。間違えた。投げちゃった。まあいいか。
よし。開けてなしだな。全然かけらが稼げてないな。ウェームーボーは、ちょっと、あんま強くないだろうな。普通に中央スタをすべきだよね。よし、てあー、僕も一つなんか武器欲しかったのにね。の方がいいか。レールガンがある、存在するんだ。やっぱ倍率取ろうってプレイヤーはいないっぽいな。あ、しょうがないか。そこは僕が取らないといけないんだろう。あとちょっと。いいな、ちょっといい光線じゃな。意味のないところでダメージ食らいました。
よしよし、最終ラウンド。レジェンドにあげられる。倍率は集めておくか。手当て以下にこれ当たらんのか。お、すげえ。めっちゃ超火力で攻撃してたやつがいるみたいだな。いたみたいだな。僕も倍率当たったから割とスコアが出たな。クエストクリア、大群ラッシュの最終ステージでボスを倒す。わ、味方が倒してくれたって感じだったけどね。もう何回かやってればクリアできそうな。40連続 KO を達成するっていうやつが結構な。前はサイドウェイズアサルトとかそこら辺使えば、サイドウェイズミニガンとかリロードが必要ないから結構簡単に達成できたけど、今回はそれがないからちゃんとそれができる武器を選んで40連続狙わないといけないのか。もうちょっとやるか。チームポイントを蓄積させるわ。まあほっとけばもうすぐクリアになる。爆発物、爆発物を使うっていうのと、あと40連続 KO と、
あとキューブモンスタースポーナーに近接ダメージを与える。キューブモンスタースポーナーをツルハシで叩いて壊すっていうやつをやればいいか。この上の3つを意識してやればいいか。まあ、やっぱカウントが進んでないっていうか、まあ1カウントだけなんですよ。だから40連続 KO が最優先かな。アイドウェイドミニガンとかがあればな、リロードのタイミングで繋がらなくなる可能性が高いんだよな。で、結局敵がたくさん出てくる終盤じゃないと。いや、まあ前半でもいいのか。でも終盤 KO を繋げるってのかな。何より新しい武器の位置合わせになれないと。今までやってきたやつとは違うから、時間かかりそうだな。こういうローにもどかしくて、前の武器の位置合わせのやり方に戻したくなる衝動がやばいな。近接で破壊しとくか。よし、オッケー。もう倍率は取らんでもいいような気がするけど、取っておくか。まあやっぱ取るだけのメリットっていうかアドバンテージ的なのはあるか。爆発物も使わねえと。よし、オッケ
久し40連続 KO のリップソーランチャーで達成だ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。よし、 OK。てか残念ながら味方がもうやる気なさげな状態になっちゃってるか悲しいなぁ。一人いなくなっちゃったか早くも最初の脱落者か。武器のクエストクリアになってるかな。はいいか、いいか、確認しないで。ちょっと今確認するのはあれだね、確認する暇がないか。まあでもずっと悲しい。とりあえず40連続キルの答えはリップソーランチャーだな。先に倒されちゃった。とうとう弾がなくなると思った。あ、もう弾が一発しかない。よっしゃ、危ね危ね。
あ、あっちにいるのか。ああ。できるんだ。倍率取ろうってやつはやっぱいないんだな。まあでも僕的にもウエストクリアのために粉近接続き破壊やった方がいいかな。爆発物でキューブモンスターの撃破を達成するをやっときゃ OK な感じだな。お二人しかいねえ。アイテムが欲しかったけど、わあ、当たった。
あ、でした。さ。爆発を切ったってな、ダイナマイトじゃしょうがないよな、ね、まだもうちょっと爆発武器でダメージを与えるってのやらねばならぬ。エクスプローシブグーガン自爆ダメージ入っちまった。あんま使ってなかったから、そうだな、爆発武器だから自爆自分のダメージ入るのが、どうだろう、クエストはクリアできなかったかな。もうこの画面の状態になったらクエストの進行が確認できないから、ダイナマイトで結構ダメージ与えたような気がするけど、残り一人だからなかなか厳しそうだな。お気づいたか、あれ取らないのかな。まあでも一人じゃ厳しいかな。ボス倒すね。大群ラッシュ、ゲームポイントを蓄積させる大群ラッシュクエストを7回クリアする、40連続 KO を達成する、ギブモンスタースポナーに近接ダメージを与えるはクリアか。爆発物だけクリアならんかったな、
まあじゃあ、あと一回ラストやるか。これでまあクリアになるだろうから。が高いな。通り底出た。段差があるからたどり着きにくい。あれねえな、向きの切り替えが。スインマグの方がいいかな。倍率を優先して回収しよう。もう一人いなくなってる。悲しいね、ノラスクワットは。
よしよし。いい感じに爆発したね。ロケットランか、悩ましいな。一人いなくなってるけど、残ったプレイヤーは強そうだな。よし、爆発系ももう、あ、まだクリアなってねえよ。ちゃんと早めにクリアしとかないと。ただ大群ラッシュをやっただけになってしまう。あとクエスト一つだけだってのに。テレビに狙っていかないとな。ダイナマイトはやっぱ止まってるところでスポーナーを狙ってやった方が当てやすいんだよな。あ、外した。
グーガンか。持ってくか。爆発物で希望モンスターの撃破を達成する。めっちゃ近い感じか。これでもなんか来るよねって思うけど、まあいいか。そうだ、自爆に気をつけねえと。結構爆発に巻き込まれてねえか。よしよし。よし。グンナーのあるじゃねえか。まだ爆発でのめっちゃ達成できてね。結構苦戦しそうだ。
自爆が。なんかちょっと。こいつ自爆が危険だな。あ、しまった。タイヤハモーポルで使いました。うわ、くそ、もう二人しかいないんだか。やっぱ慣れれば武器の選択ミスがなくなりそうだよな。右手が疲れるけど。あ、落下ダメージ食らってやった。よし、拾えた拾えた。よし、もう二人しかいないけど別寸だな。クエストクリアになった。これで爆発物の心配はもう、クエストクリアの心配はしなくてもいい。
倒せた、二人が来たけど、あ、やったな。わあ、GG かな。味方みんな生き残ってて欲しかったけど、うん、大軍ラッシュクエスト全部クリア達成です。GG でした。やっぱグンナーのスティンガーサブマシンガンよって感じかな。うん、大軍ラッシュクエストすべてのクエストをクリアした。よし、まあ今日はとりあえずこれで OK ってことにしておこうかな。キャリアのあの年表みたいなやつってもう出なくなったのかな。まあ、よいか。あの年表を見れば、いつ、バラフォートナイト開始したとか、そこら辺が分かったんだけど、どうなんだろう。もしかしたらなんか、僕が知らないだけで味方あるのかな。完全に、なくなっちゃったのかな。これを見る限りやっぱなくなっちゃってるのか。うん、いやでもこれでリプレイの画面で、なさそうだから、あ、やっぱ配信にされたのか。何か見えない島があるのかと思った。一番南に。そんなことはないか。だか読み込みが結構かかるな。新しいユーザーインターフェースに変わったからかな。一度読み込まれれば次からは素早く表示されるような感じになってるのかな。
ちょっと時間がかかりそうだな。あ、アイテムショップ表示された。うん、今日のアイテムショップはまあこんな感じですと。まあ、大群ラッシュのクエストも全部クリアしたし、クリエイティブは除くけど、今日はこれぐらいで終わりにしておくか。うん、はい、ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ケアテイカー、大群ラッシュの最後のボスも無事フィンガーサブマシンガンで倒すことができたのでね。はい、お疲れ様でした。あれ、あ、6回目とか。ちょっと設定変えたから、ウィック武器有効にして、インベントリの武器の持ち替えのやり方、ボタンの押し方が変わったから右手が疲れたけど、うん、まあそんな感じかな。うん、そのうち慣れれば疲れなくなるし、武器の選択も間違えなくなるような感じになるんじゃないかなって、そういうやつかな。はい、お疲れ様でした。